アニメーターというのを囲っていてももう食えないと察した超大手アニメ事務所スタジオ G なんとか、そこを辞めた人たちが角川の君の名はっていう東方かの作画監督とか4人ぐらいいるんだっけ、作画監督に何人かいてスタッフで何人かいるね、君の名はを見たんですよ。よくできてた、面白かった。なんだろうね、やっぱ絵が上手いと見れるよね。走ってるシーンとかでその男の人が男の人と走ってるのと、男の人の中に女の人が走ってる時、女の人と走ってる時と、女の人の中に男の人が走ってる時の書き分けがきちんとしてるんだよね。絵が上手いかどうかっていうのを気づかないぐらい上手い。絵が下手なアニメって、下手だよねっていうところが気になっちゃって、そこが違和感になっちゃうんだけど、違和感を感じなく映画が見れるんだよね。誰から聞いたのか忘れたんだけど、スタジオ G なんとかで一番上手かった映画は、隣の山田さんであるって話。川上さんから聞いたんだっけな？誰が言ってたんだっけな？鈴木さんがしたんだっけな？これすごい意外に聞こえるでしょ？理由を聞くとすごいスッキリするんだけど、隣の山田くんって4コマ漫画見たことあります？あれを映画化したんですよ。あのキャラってわかります？じゃあ隣の山田くんをまずググってみようか。八頭身でもないわけですよ。漫画なんですよ。見るとわかるんですけど、キャラに膝がないんですよ。膝を作る必要がなかったから。足短いの。その人たちが、正座をするときに足がどういう動きをするかっていうのを想像できますか？足ってこうなってて、ここに膝があるからこうなるわけじゃん？こうね。こう膝が曲がったって認識するには足の長さがある程度必要なのよ。でも、そうそう、ドラえもんの正座と一緒。ドラえもんって正座してるイメージあるでしょ？でもあの時の足ってどうやって動いてるかって覚えてる？正座してるシーンはあんのよ。でも、成立しない絵に全く違和感をなくみんな見てんのよ。そこで絵が下手だったりするとそこで違和感ない例になっちゃうのよ。でもさ、そこで表現したいのはさ、どう座ったかじゃないのよ。話の中で座らざるはいけない展開なんだけど、座り方に関しては注目を浴びちゃいけないのよ。むしろいかに誰も気づかないように座らせるかが重要なのよ。隣の山田くんはそれをやってるって。で話を聞いて、やっぱプロって面白いとこ見るんだなっていう話。ドラえもんで違和感を感じた人はドラえもん失敗してるんだよね。マジックに近い。そう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 。優秀なカウンセラーっていうのがいて、心理相談とか受けるわけじゃないですか。本当に優秀なカウンセラーは感謝されないカウンセラーであるっていう。この人に相談したおかげで助かりましたっていうふうに涙ながらに感謝される人ってのは二流で、俺最初からこいつのとこ行く必要なかったんじゃねって思う人が一番優秀っていう。超悩みがあると思って行ったんだけど、あれ別に悩む必要なかったわ。っていう、時間損したなって言って帰る人が本当はカウンセラーとして一番優秀っていう話。話を戻して、君の名はが面白かったんですよ。恋愛映画って僕基本嫌いなんですよ。面白みも何にもないので。だから前半のなんかその男の子と女の子入れ替わるみたいなのはまあよくある話なわけですよ。落ち触れないように言うけどいい？途中からこれ時代ちゃうやんっていうのがわかるわけじゃないですか。その時に時代ちゃうやんの伏線はきちんと配布されていたことに気づくんですよ。これは何を言ってるかあえて言わないんですけど、こういう出来事があるよねっていうのが背景として当たり前に描かれてるんですけど、実は一方のシーンでしか描かれていないっていうことに気づくんですよ。その瞬間に僕、ただの恋愛映画からランクがちょっと上がったんですよ。おっと思って。ミステリーというかその推理だったり解釈だったりの部分があって、僕がちゃんときちんと注意してみてたら気づいてたかもしれなかったことを気づかなかったところで、あ、僕が負けたなっていうところで、あ、この映画面白いかもって思えたんですよ。僕がね、映画監督に向いてないなと思ったのは、僕が終わらせた方がいいと思った場所と映画が終わる場所が違う。僕が終わらせた方がいいなと思う場所は、新宿の昔の T ゾーンと、東京モード学園の鉄橋のところで終わらせるべき。僕だったらあそこで終わらせる。ネタバレになるからあんまり言わないんだけど、結局、この話ってこういう風に終わるんだろうなっていう、裏を書くのって結構大事だと僕は思うんですよ。想像通りのものだったら見る必要がないから。右上のバッテンをしとくわ。そこで新宿のところで交差したところで、あとは想像してくださいっていう終わらせ方をした方が僕としては余韻が残ったかなっていう気がします。これだと僕の多分作品だと興行1億です。100億円いきません。
最後まで行ったから多分、興行100億行ったんだと思います。はい。見た人思い出した？結構ね、新海さんね、僕が住んでた近所をよく使うんですよ。すごい親近感湧くんですよ。代々木の駅のホームの感じとか、新宿の工事中の感じとか。新海さんは星の声ぐらいからちょこちょこ見ています。ただね、だからね、オープニング嫌いなんだよね。オープニングでね、オチバレてんだよ。まずさ、オープニングを映画に入れんなって話なんだけど、なんやねんって話なんだけど、オープニングの中でさ、キャラクターの変化を出すじゃん。こういうことねっていうのがさ、あれオープニングで出てるよね。本来ここまでの話が、この先出てたってことは、こうなるんだよねっていうのがさ、オープニングで読めちゃうじゃん。あれはね、失敗だと思うんですよ。どうなんですか？意気揚々だな、おい。はい、すいません。伏線も何もさ、だから最初の時点で、キャラクターがこういう感じでっていうのでさ、描かれた時にさ、だんだん髪型とか年齢が変わるシーンが描かれるじゃん。まあ、こっからネタバレになるからもう言わないんですけど。以上です。そう、だからね、なんかね、その、一般受け狙ってるからうまくいったと思うんですよ。だから、僕が言ってることは間違ってます。間違ってますけど、僕が好きな映画だとしたら、こういう作り方にするかな、みたいな。見た方がいいですよ、君の名は。久しぶりになんか日本の映画で面白かったなと思った。新海誠さんっていう人が、業界の中ではそのエロゲーのアニメとか作ったりして、それなりに動画発注を受けてたんですけど、で、その人が自分一人でアニメ作ったんですよね。新海誠さんでググってもらえば出てくると思うんですけど、アニメって一人でも作れるんですよ。一人でアニメ作って、新海誠さんに発注したいっていうことになって、その後トントン拍子で君の名は、みたいなのもやるようになったんですけど、ファルコムとかで動画作ってましたね。そんな感じでまず自分自身の名前が売れるようになってください。自分自身に発注が来た上で、自分に来た仕事っていうのをお前にお願いするとか、あなたやってくださいっていう形で仕事を触れるようになってください。そうやった結果に多分自分がお金を払う以上ちゃんとお金を払って人が雇えるっていうようになるんですよね。庵野さんとかもカラーっていうアニメスタジオを作って、で、そこでちゃんと人を雇ってお金を払うっていうのをやったりするんですよね。ジブリももともとそうだったんですけど、ジブリちょっとアニメーター雇えないわっつって人を話したりっていうのはあるんですけど、自分自身でちゃんと金が稼げる人になるとそこで人を雇えるようになるので、アニメ監督になるというよりはそのこの人のアニメが見たいっていうファンをどれぐらい作るかですよね。なので、ファンがいる人だったら、じゃあ、この人のアニメ見たいから、お金払うっていう人がいっぱいいるので、獣、あれ？なんだっけ？獣娘じゃなくて、なんだっけ？フレンドがいっぱい出てくる、獣の名前で始まるアニメの監督。その人がね、その後、煙なんとかっていうのを作ったので、ちょっと今、名前が混じっちゃったんですけど、獣フレンズ。獣フレンズの監督の人が、その後に煙なんと、そのジャパリパーク、そう、たつき監督。たつき監督も、獣フレンズで名前を入れて、煙草だっけ？煙草っていうアニメを YouTube に上げてんだっけっていう感じで、さつき監督の作品だったら見たいよねっていう人がいて、そこでその発注が来たりっていうのがあるので、なのでそういう構造でちゃんと人が興味を持つような作品っていうのを作るようにしてみてください。獣フレンズっていうアニメがなんでうまくいったかっていうと、もともと原作として漫画があって、その後ゲーム化したんですけど、全然売れなかったんですよ。獣フレンズっていうそのタイトルでこのキャラクターを使ったアニメを作ってくださいっていうので、たつき監督が脚本も任されたんですよ。たつき監督がもともと自分で考えてたアイディアっていうのをその獣フレンズっていうアニメの中に入れたんですよね。世界が荒廃した後に、そのなんで世界が破綻してしまったのかっていうのと、破綻したにもかかわらず一人だけ残ってた人間カマンちゃんっていうのと、その動物たちっていうのと、それを管理しているロボットっていうのが、世界の中でこういう世界でこういう風な話が進んできますよとか、カマンちゃんはだんだんなぜか足が黒くなって、手が黒くなっていくみたいな設定とかっていうのは、もともとたつき監督が別の同人誌とかで書いてたことのある、世界観の設定っていうのを獣フレンズのアニメっていうのをつぎ込んだんですよ。その結果、あ、これ実は面白いじゃんっていうので、まあ最初はちょっとなんか友達同士楽しいよねみたいな子供向けアニメかと思いきや、実は結構深い設定があってダークな部分があるよねっていうのが伝わって、これ面白いじゃんっていうので人気になったんですけど、たつき監督が作った設定が面白いにもかかわらず、なんだ獣フレンズ人気があるんじゃん、じゃあこれの第2弾作ろうぜっていうので、たつき監督が俺が作るんだったらこういう形でこういう額で作りたいって言ったら、獣フレンズが人気があるんでたつき監督に人気があるわけじゃねえからお前には発注しねえわっていうので、第2弾たつき監督を外したんですよ。その結果獣フレンズっていうコンテンツはみんなが見なくなり終わったんですけど、たつき監督っていうのは煙草っていうのを作りましたっていうので、まあ割と YouTube で
再生数伸びたりするっていうのがあるので、なのでその IP、その獣フレンズって IP と発注を受けて最初はそのたつき監督はものを作ったんですけど、でもそれで今たつき監督はもう名前が売れたので、たつき監督の作るものだったらお金を入りたい、払いたいっていう人が出たので、今はたつき監督として成立しているっていう状況になるので、なのでまず最初は発注を受けたとしてもちゃんといいものを作るっていうのを、アニメ監督としてやるといいんじゃないかなと思います。現在4年生の大学で映画制作を専攻しています1年生です。コミュニケーション能力がなさすぎるのと人と関わるとメンタルがすぐ病んでしまう性格で、将来現場に出た時にうまくやれる気がしないです。映画を作ることに興味があって今の学科に入ったのですが、いざ実習とかになると人と何かを一緒にやることの壁が高すぎて克服できる気がしません。最近になってものづくりの世界を意外と大会化のように気づきました。コミュ力皆無でもこの世界でやってこうありますか？ありません。仮にあるとすると、新海誠さんみたいに、一人で作るっていう。全部一人でやって作って、こいつすげえやっていう評価になった後に、スタッフが来るっていうパターンだと思うんですけど、基本的にはものづくりってコミュニケーション能力がないと、全部一人で作らざるを得ないんですよ。でも、声優さんがいたりとか、絵描いたとしても背景は別の人が描くっていうのはアニメとかでもあるんですけど、っていうのがあって、本当に一人で全部作るってなかなか難しいんで、コミュニケーション能力を磨いた方が、仕事にはなりやすいんですよ。他人が作るものを手助けすると、給料っていう形でお金がもらえたりするので、それでそのものづくりの経験だったり、他人の使い方っていうのを勉強できるんですけど、新海誠さんももともとエロゲーの動画とか作ったんですよね。新海誠エロゲーで検索すると、昔のいろんなエロゲーの動画が出てくるんですけど、あの人もその食えないうちは、そのエロゲーの動画を作るっていうので、お金をもらって、エロゲー会社の発注を受けて、こういうエロいキャラなんだけど、おしゃれな感じの動画作ってって言われて、分かりましたって言って作るみたいなことをやった経験で、綺麗な映像を作る能力っていうのを手に入れたんですよ。その給料で食ってね。その結果、もう俺、エロゲーの動画なんか作んないぜ、全部好きな映画作るぜっていうので、一人でコツコツと映像を作って、初めて一人で作ったものっていうのが割と世間で受けたので、この人優秀じゃんっていうのでスポンサーがついて、君の名はみたいな映画を作れるようになりましたっていうのがあったりするので、なので一人で作る能力を作るためにもやっぱり最初はコミュニケーション能力が必要なんじゃないかなと思ったりします。今その日本で結構売り上げが上がってるのって IT とアニメ映画だ、そのアニメゲームなんですよね。IT はまあできるんだったらいいと思うんですけど、IT はただ残念ながら中国とかアメリカにはそこそこ負けてる状態で、今後もなかなか厳しいかもしれないので、なのでそのアニメとかゲームの方に行った方がまだなんとかなる可能性があると思ってて、で、新海誠さんっていう一人でアニメを作った人が割と世界中で売れるような君の名はってアニメを作ったりとか、あとニート社っていうウェブ上のサイトでワンパンマンっていうパンチ力めっちゃ強いアンパンマンもどきの人の漫画を描いた人っていうのが、ジャンプでなんか綺麗に漫画を描き直したものが連載されてアニメ化してネットフリックスで世界中で見られたりっていうのがあったりするので、なのでコンテンツ投資の方が実は今利益率高いんじゃないかなと思ってるので、なの で日本人の人って結構絵描ける人多いんですよね。他の国の人ってその図工の教科とかがなかったりするので、そもそも絵を描くという経験自体訓練自体したことがないので全く描けませんっていう人の方が多いんですよ。なのでベーシックインカムみたいな形を作ることで、そのアニメだったりライトノベルだったりとかっていう個人が作るコンテンツっていうのを輸出するっていう方が実は外貨稼げるんじゃないかなというふうに思ってたりします。なのでそのサプライサイドがそのものづくりをして投資をしてお金を集めて工場を作ってっていう、その二次産業とか IT 系の三次産業ではなくて、一人がコンテンツを作るっていう形のコンテンツ産業に投資した方がいいんじゃないかなというのが、僕は産業政策になるんじゃないかなと思ってます。はい。